ザングちゃん挨拶お願いします。いや、ザングちゃんです。今日は嘘を見抜け、おぱしさん、アルマジロ、ジャンヌさん、私の4人でやっていこうと思います。イエーイ、イエーイ。ルール説明、はい、おぱしさんお願いします。シリーズでやっております。いつもの通りでございます。本当のエピソードが2つ、嘘のエピソードが1つ、アルマジロがエピソードを用意してくれています。で、俺たちも事前に何も聞かされてないので、リスナーの皆さんもアルマジロの話を聞いて一緒に推理を楽しんでいただければなと思います。アルマジロはでもなんか嘘つくイメージないから、嘘下手そう。そうなんだよ、うん、なんか結構それこそおぱしさんとかザンちゃんに結構話しちゃってるから。でも逆になんかさらっと話しすぎて二人の記憶にないとこワンチャンつけるかなみたいな、うん、なんか流し聞きしてるやつが多いよねみたいな、あんまり印象残らないだろうなみたいな。系統的にはどういう感じなんですか？まあまあまあディープな方ですね。まあまあ今まで話してこなかったね。そうですね、いなかったような話も含まれてる。あ、そうですね、ちょっとこのばかりで言うしかないまであるやつある、ね、あ、じゃあ今日みそぎだ、みそぎ。断頭台立ちながら今喋ってるさあ、ではアルマジロさん、一つ目のエピソードお願いします。はい、一つ目、まずこれ高校時代のお話なんですけど、はい、な、高校時代学校でちょっとやんちゃしてたグループに入ってたんですよ。で、まあ、なんかその時にたまたま授業中に学年主任みたいな先生がいきなり入ってきて、うん、クラスの中のまず私含めやんちゃしてる仲間たちをちょっと呼ばれて会議室に集まらされたんですよ。たら会議室行ってみたら女の子だけが20人くらい集まってて、怒られる心当たりしかないから。でも、はいはいはい、その20人の中には別にそんなわけでもない子もいるしみたいな、じゃあなんだろうなって思ってたら、まあ一人一人呼び出されてくるんですよ、うん、女の子たちが別室に。怖い。まあ、やった私の番だって呼び出された時に先生から丸々くんのことなんだけどって言われて、一個心当たりがあったのが、当時その子と一緒に帰ることがあって、そしたらなんかこっちの方が早いよって言われて、なんか森みたいなとこ連れてかれて、裏道みたいな。おう、そしたらなんかベンチでちょっと話そうって言われたから、あ、なんか好きになっちゃったのかなみたいな思ってたら、いきなりチンチン出されて、そこで。おう、その時私処女だったんですよ。全くチンチン見たことなかったし、うん、空想上のものでしかなかったのに、はい、マジで全く興味ない人からチンチン出されて、そこでしてって言われて、いやでも触ったことないしと思って、え、無理と思ったら手ガッて掴まれて、チンチンしごかされて、え、でなんか口でしてって言われて、いやでも口は本当に無理みたいな、キモいって話しながら、結局なんか無理やり手掴まれてされてっていうのが本当初チンチンだったんですけど、でもそういえばこう、そういえばこういうことありましたっていうのを先生に言ったら、はい、なるほどって言われて一回返されて、その後お家帰ったら先生5人が家に来て、うんうんうん、目の前で土下座されたっていう経験があります。私、え、俺も頼むよって先生5人から俺も頼むよ、それ新しい AV や。これは私という団体がまた名乗りを上げるんですけどえ、じゃあアルマジロさん頼んだらやってくれるってことですか？そういうことじゃないです。ちょっと僕女性の権利守りますよ。質問の権利はそんなしょうがないことセクハラに使わないでください。あ、失礼いたしました。じゃあ質問じゃなくて一人ごとでお願いします。あ、ではジャンヌさん質問お願いしますあ、じゃあ相手行った？あ、行った。で、ちょうどローファーにかかった。え、まあまあまあ、ちょっと俺今アマゾンでローファー買ってるわジャンヌも言えばいって感じですかね。ちょっと重いかもしれないですやばい、めっちゃムラムラした。この後抜こう。質問とは違くて補足で聞きたいって感じなんだけど、はい、さっきの女の子20人は全員被害者っていう体で推理していいの？そうです。あ、みんな同じようなことがあったと。なるほどね。怒りが収まらないです私まあでここから俺じゃ推理になるけど、はい、20人被害者いて一人一人に土下座して先生が回るわけなくねって思っちゃった。いや、そもそも別に学校の先生に土下座する理由がない。その学生の親が土下座するならまだわかるけど、なぜ先生っていうのがちょっと、うん、んって思ったっていう、まあ俺の予想をちょっと言ってきますね。私の考察でいくと、こんなセンシティブな内容を嘘だとマジロンが言っていたとしたら、私は一度マジロンにガチ怒りするなるほど、まずいな。団体から裏で詰められるんですねうん、そうですね。じゃあ2個目いきますか。はい、じゃあ2個目いきますね、はい。まあ、結構前の話で、うん、当時私マジでお金がなくて、その時に同じお金ないねっていう友達がいて、リア友と一緒にメイド
さんが結構稼げるっていうのを、まあ興味もあるし、メイドさんバイト楽しそうだしいいよね、お金も普通のよりは稼げるよねみたいな、まあ、軽いノリでありそうな会話、メイドを応募したんですよ、その退入みたいなやつで一回やってみてどうだったかみたいな、それのまあ面接を行こうってなって二人で一緒に行ったんですよ。喫茶店にまず入ったんですよ、面接、うん、でなんで喫茶店なんだろうなって思ったけど、まあでもメイドのバイトなんてしたことないから、まあそういうのが普通なのかなみたいなって思って行ったんですよ、うんうん、行ったらその時の面接が、まあ、一応紙バッて出されて、まあだんだん話聞いてるうちに口と手でみたいなのが出てきてなんだこれと思って、私はメイドのバイトを応募してメイドさんになりに来たはずなのに、ちょっと待てよと思って、よくよく聞いたら、え、なんかこれご奉仕するタイプなんですかって、あ、まあご奉仕だねって言われて、本当にマジで口と手でやるみたいな、多分一発抜くみたいな感じのやつをなんか本当間違えて、でもマジでメイドのサイトだったんですよ、メイドさん募集の。でも私は本当にお金ないから、うん、いやどうしようみたいになって、うん、いや分かりましたって、まあ給料も本当にそういうお店なんでめっちゃ良かったんですよ。あ、そうなんだと思って、まあ自分的にはちょっと退入くらいの1回ならいいんじゃないかって、それこそマジでお金ないんで、まあ別にその場を我慢してやっちゃえば、うん、お金入るやんと思って、うん、乗り切っちゃえばみたいなね。まあでもさすがにお友達がいた反面、友達はすごい、うんうん、マジでキモい嫌だってなってたから、その場はごめんなさいしてお互い別々に帰ったんですけど、うんうん、その後なんかちょっと考えて、私も周りのお友達でもちょっとパパ活っぽいことしてる子もいて、うん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 、なんかだいたい3万くらいもらえるよみたいなっていうのを話されてたから、いやでも本当にちょっとだけお金稼ぐ分にはいいなと思って改めて折り返しちょっと私しちゃったんですよね。おお、はいはい、勇気ある。ちょっとお願いして一回だけそういうお店で入ったことあるって感じですね。これはね、ウソ松センサーがビンビン反応しますね。ちょっと私本当松入ってますよ。え、逆に？え、俺質問権切っていいですか？はい。うわ、マジか。はい。多分俺懺悔ジャンヌはその業界の相場に詳しいと思うんで、うん、時給単価を言わせればボロが出ると思うんすよ。あ、でも言えますよ。アルマジロさん働いた時のその時給単価とか客単価いくらでしたか？言われた5分からだいたい10分って言われて、だいたい稼げる人で5時間とか2万7千くらいって言われて、その当時いくらもらったかは、はい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 、あんま覚えてないですけど、もうちょっとおい、風俗詳しいやつらが今全然全然なってんのクソ思いあとワンチャンありえんのは俺みたいな感じで、うん、全部が嘘ってわけじゃないからこそ本当っぽい話。あー、確かに面接に行ったところまではガチだけど、働いっていうのを嘘エピソードで付け足したからリアリティがあるとか、うんうんうん、うわ確かにその説めっちゃありそう。ちょっとこれむずっ。なるほど、はい、じゃあ3番いきましょうか。3番いきましょうか、はい、うん、3番いきますね、はい、まあ、これも実家に住んでた時のお話なんですけど、結構仲のいい女友達がいるんですよ、学校でも。当時すごい仲良しな女の子友達がいて、うん、2人きりでお泊まり会して夜女の子同士そういうディープな話で盛り上がるじゃないですか。はいはいはい。で盛り上がっていざ寝ようかってなった時に、女の子同士なんでスキンシップあるじゃないですか。まあ、丸バイちゃんおっぱい大きいねみたいな、はい、柔らかいねみたいな、ね、なんかちょっとヒートアップしちゃって、上だけだったのにいきなりなんか下も触られてきて、ちゃんと中指入れてきたんですよ。おでも友達関係でもどうしようと思って、これ断るのどうなんだろうみたいなって思って断れなくてその場の流されたんですよ、はい、一応。でなんかその子何を考えたのか分かんないけど、わざわざ手縛ってきたりとか、一番よく分かんなかったのが、その当時付き合ってた彼氏に電話してその現場を実況するみたいな、え、今マジロちゃんをなんかこうしてるんだけど、マジ可愛くないみたいな、いちいち実況されて、一応よく分かんないけど愛でみたいな、でなんかすごい恥ずかしいなって思ったけど、その日の朝くらいになんかトイレ行こうと思ってトイレ行ったら、その子なんかちっちゃいお花のネイルつけたんですよ。でもおしっこしようと思っておしっこしたら、トイレの水面みたいなとこあるじゃないですか、あそこにちっちゃいお花ふんって置いてあって、あー私したんだって思って、めっちゃ仲良かった女の子と、はい、そういうことをして彼氏に実況されてみたいな感じの、なんかよくわかんないエピソードありますね。よーし、3番嘘松。どこで
こんなユリ漫画みたいなことあります？ユリの経験があるザンゲさん、ちょっと質問権お願いしますわ。いやこれはちょっとね、世間が許してくれやすいんよ。ユリ界隈が許さん。まあ私性的対象両方って言ってるじゃないですか。それをマジロンに言った時点で、多分マジロンがノーマルならば、そのエピソードを話して私を恋愛対象が外れるようにすると思うんですよね。そういうことがあって嫌だったんだっていう話をして、どうよこの名考察。理由がメタイナだから相変わらず。確かに理にはかなってそう。話から考察してあげて少し。確かに。さあではみんな予想決まったでしょうか。決まりました。はい、じゃあザングさん何番ですか。私、3番が嘘だと思います。その心は。まあ、さっきお話しした通りですね、あまりにもユリ展開、これはもし本当だったら詳しく後から3時間くらい電話をさせていただきます。再現とかもさせていただきます。ぜひ俺に電話お願いします。はい、じゃあわしは2番でお願いします。さすがに5分10分で1500円っていう単価でどんなに金困っててもそれはやらんと思うし、友達が売りをやっていたりとかパパ活してて1回で 2,3 万もらえるよっていう情報を入手してたんだとしたら、1回あたり1500円という単価でそういう行為をするのバカらしすぎて、だったら本番行為やって一発で裏で 2,3 万引っ張ると思うんだよね。なるほど。そうなるほどね。1回1500円というその単価が安すぎるってなるからやらなそうというのも込み込みで2番。はい、ジャンヌさん何番予想？いや僕も正直2番かなと思ったんですよ。まあその値段的なところもあるし、うん、まあそれこそおばさんの話で言ってた通り途中まで本当みたいな、はい、まああったんですけど、ただ1番もやっぱ引っかかるところ何個かあって、やっぱその土下座の下りとかもね、そこまでするかなっていうのもあるし、うん、確かに、うん、あとローファーにかかったっていうのもね、できすぎた話だよな。僕だったらかけないなって。僕だったらだってかからないようにするか、それと もうちゃんとスカートとか顔にかけるよ、胸とかに。はい、ということで僕が1番です。さあ意見割れました。はい、さあ結果発表。私の嘘の話題は2番でした。いや俺はお前を信じたよ。本当にまずおばさんの言った通りで、途中までガチだったんですよ。退入から退入はもう嘘ですね。はい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 。面接は行きました。ああ。面接してあこれ違うんだって勘違いだったんでごめんなさいで終わったってことですね。そうですね。なるほど。そっか、じゃあマジロンちょっと今から LINE 通話しようか。きつい。これはね、私の YouTube チャンネルで楽しみにしててください。露骨なチャンネル誘導。ありがとう。とはいえアルマジロはね、クラスメイトに無理やり手こきされてケマンされたってことでしょ。そうだってやばいなそれ。だからそこまでだったら許してくれるってことですよね。俺らもやるか。最低最低最低。Gスポット攻めてもらおうかな僕は。クラスじゃん。どこにやるの。